西田一世は、日本の実業家。松下電工代表取締役社長や、同社取締役会議長、パナソニック名誉役員を務めた。岐阜県出身。1962年一橋大学小学部、卒業、松下電工入社。1972年朝日電機経理部長。1984年松下電工インテリア、照明事業部電機営業企画部長。 1989年中部電気営業部長。1995年松下電工経理部長。1996年松下電工取締役経理部長。1998年松下電工常務取締役。2000年から松下電工代表取締役社長を務め、久保田との住宅外装事業の統合を行うなどした。 2003年松下電工を取締役会議長。2008年パナソニック名誉役員。新社長、松下電工、西田一世週刊ダイヤモンド2000件27校、素顔の新社長人物、西田一世氏、松下電工全例廃止、企業価値最大化へ、日経ビジネス2000年4月24日号、住宅外装事業を統合、松下電工と、 久保田四国新聞2003年8月5日19時54分、松下電工社長に、畑中常務握手する、松下電工の新社長に就任する、畑中光一常務と、取締役会議長になる、西田一世社長イコール21日午後共同通信、エヴァー LEDs フォーラムパナソニック。ありがとうございます。